高信越地方の超高層建築物の一覧は、日本の高信越地方にある高さ60メートル以上の超高層建築物の一覧である。高信越地方で最も高い建築物は、新潟県新潟市にある、モズ島ビルである。新潟県湯沢町では、1991年に湯沢ダイヤモンドタワー建設に向け動き出していたが、バブルの崩壊により中止された。 新潟県は、政霊指定都市である、新潟市だけでなく、リゾート地である湯沢町も超高層建築物が多い。これは、東京駅から上越新幹線で約1時間と近く、リゾートマンションやリゾートホテルの需要が多いことが理由として挙げられる。長野県は、長野市に超高層建築物が集中している。一方で、 松本市では国宝である松本城に関連した景観条例により高層建築物の建設が制限されており、60メートルを超える建築物は一つも存在しない。山梨県では甲府市とその周辺に集中しているが、中心部の1から5階建ての住宅、商店建てや等の老朽化等もあり、市街地活性化との調整が話し合われている。高さ順。 高さは建築物本体を基準とし、アンテナなどの高さは除く。また、鉄塔や煙突などの構築物は一覧に含まれない。また、比較のために、鉄塔や煙突などの構築物も掲載する場合は、高さの順位からは除いている。建築物一覧については、リスト入りする建物が、落成まではリストアップしないでください。未完成の建物を扱う場合は、 東京都の超高層建築物、構築物の一覧のように未完成の建物リストを設置して運用してください。ありがとうございます。